はい、テニスファナティックスの小村です。先日ですね、今年慶応義塾大学を卒業してプロに転向した今村正道選手のイベントに参加してきました。今村選手はですね、1998年生まれの22歳、大阪の清風高校から慶応義塾大学に進学し、インカレだったりインカレインドアといった学生大会のタイトルを総なめし、圧巻だったのは去年の全日本選手権ですね。大学4年生として出場し、この時はですね、主催者推薦枠という形での出場だったんですけれども、並み居るプロ選手を倒しての決勝進出を果たしています。今村選手の特徴は非常に安定感のあるストロークで攻守のバランスが非常に優れた選手で、無駄な力みのないフォアハンドを軸に相手を揺さぶる展開を得意としています。これから活躍がとても期待される選手でありますので、ぜひ応援してあげてください。